はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター2ですね、前回の続きからやっていきたいと思います。アラグアイの森をクリアしましたので、次、ゼイレキレの滝で進んでいきましょう。もう編成はね、当分変わんないと思います。ひたすらあとはブレイブを上げてオートポーションの発動率を上げていく感じかな。ブレイブは現在73、多分1戦闘で1くらいずつは上がっていくと思うんで、1回励ましとけばね、1は持ち越すんで。ゼイレキレの滝、お、リリータがいる。もう後がないぞ、観念するんだな。おとなしく王女を引き渡すんだ。そうすればお前の命だけは助けてやろう。しらじらしい嘘を。お前たちの目的は王女の命だろう。王女を殺害した時、その真相を知る俺をこのまま生かして返したりはしないはず。何をバカなことを。我々は王女を助けに来たのだ。なぜ王女の命を狙わねばならん。貴様たちゴルターナ軍に王女を渡すわけにはいかんのだよ。オベリア様、アグリアス、ち、余計な連中がやってきたか。ガフガリオン、そいつらを殺せ。一気に肩をつけるぞ。どういうことかよくわからんが、これも契約だ。仕方ないな。え、いきなり裏切るんだっけこいつ。裏切る、とんでもない。こいつらは本物さ。俺たちの仕事はお姫様が無事に誘拐されるようにすること。そしてこいつらの任務は誘拐したやつらを口封じのためにここで始末すること。どういうことだ。誘拐が狂言だとでも言うのか。邪魔なんだよそのお姫さんはな。正統の後継者はオリナス王子だけでいいんだ。お姫様が生きていると担ぎ出すやつが現れるからな。どうせ殺すことになるのなら役に立ってもらおう。ゴルターナ軍に誘拐されたことにして、そのまま殺してしまえば邪魔なライバルを失脚させることができ、邪魔なお姫様も処分できる。ラグコが書いたシナリオはそんなところだろう。いや、そのシナリオを書いたのはきっと大スターグだな。ラムザ、お前もそう思うだろう。そういうわけだラムザ、こいつらを皆殺しにするぞ。また力の弱い者を犠牲にしようというのか。そんなことを許しはしない。これ以上ティータのような犠牲者を出してはいけないんだ。え、つまり誰が敵。ディリータは仲間。今のとこ王女オベリアを救出せよ。ディリータ生きていたのか。こんなところで再会するとはな。相変わらず兄貴たちの言いなりか。バカな、僕は何も知らない。こんな計画なんて知りもしない。それよりディリータ、君こそ兄さんたちの計画に加担しているのか。冗談を言うな、俺はお姫様を助けに来たのさ。お姫様を利用しようという奴らの手からお姫様を自由にするためにな。嘘を言うんじゃねえ、お前も雇われたんだろ。金のために王女誘拐という仕事を請け負ったんだろ。今さら白を切るんじゃねえ。貴様と一緒にするな、金のためにやっているわけではない。じゃあ誰だ、俺の仕事を邪魔するやつは。計画を嗅ぎつけたガキが正義感に駆られて王女を救出に来たとでも言うのか。お前は誰に雇われている。誰からこの計画を聞いた。いえ、それは貴様の知るところではない。え、ガフガリオンはどっち敵なの。こいつ厄介だからな。始末できるんだったら早急に始末しておきたいけど。あ、敵だ。96が2回か。減らしておこう。あとはアグリアス、君に任せよう。クソ、あ、ヒットポイントが減ったら逃げるパターンか。ホーリーナイト、ディリータ、いつの間にお前ホーリーナイトになったんだ。俺は未だに見習い戦士にしかなれないぞ。12レベル。あなたは何者なの。味方、それとも敵。あなたと同じ人間さ、プリンセス。
敵は全員排除すれば、げ、あ、なんだ、投石か、大したことはない。同じ投げるでもこっちは手裏剣を投げられるからね。王女に向かう、げ、投石かと思ったら違った、風水しか、これ大して強くないけどね。風水技って魔力に依存するんだっけ。ナイトが使っても大した効力ないよね。30、それなりに食らう。イングラムとか、なんか名前はかっこいいやつ多いね。すげえなこれ、下から上狙えるんだ。高さ関係ナッシング、あ、ストップした、あいつほっとこう。マバリア、ヘイスト、シェル、プロテス、リジェネ、リレイズ、あ、リレイズもかかるんだ。てかすごくね、マバリア。こいつ後ろから殴ればよし、倒せんね。ほい、逃げ道は作った。不動明拳いいな、みんなそういう強い技が使えて。しかもさ、橋のところにいたらこいつ邪魔じゃね。このナイトはアグリアスに任せるか。ネイザン、何これ、スタ地獄、スローとかになりそうだけど、別にそういうのはないか。オートポーション、なんか叫んでる暇ないね。でも1戦闘に1回はちょっと叫んどきたいんだよな。敵が近くなければね、最初叫ぶっていう手はありだったけど、今回王女を護衛しないといけないから。あ、ストップ切れた、早い。じゃあ倒すか。81%、 2回当たれば倒せる。よし、ヘイストかかってるとほんと早いよね。ヘイストとリジェネってかなり相性いいね。順番早く来るし、行動するたびに回復するから早っ、ほんと早い。あ、混乱か。ちょっと混乱したらまずいね。状態異常を防ぐアクセサリーとかの方がいいかもね。まあまだそういうの持ってないけど、なんか後の方になると即死技とか使ってくるやつがいるからね。即死 100% とか。セリアとレディだっけ。あ、ストップした、あいつも。ただストップはそんなに長くないからね、一旦くらいか。どうしようかな、ちょっと一回マジで叫びたい。あと、もし回収できるんだったらクリスタルも回収したいんだよね。ガッと叫ぶじゃね、励ますだ。ブレイブゴーアップ、 JP 稼ぎにもなる。まあ、まだ序盤だからね、こういうゲストキャラクターが強いから。ガフガリオンはいなくなってしまったけど、あ、マバリアってでも結構マジックパワー使うんだね。もう多分打てないっしょ。さて、こっから手裏剣とか投げられるかな。ギリギリ届くな。こいつ手裏剣、一応遠距離攻撃もできる。これ大して強くないけど、オートポーション発動率が上がってるからね。ただのオートポーションの無駄だけど。あいつ逃げそう。あ、来た、バカなやつだ。あのナイト2匹がもう
ゼロなんだよな。ディリータ、うわ倒すか。いろんなの覚えてんねこいつ。なんか文字が浮かび上がったけど、アイテムは何にもくれない。オビリアを王女を俺に預けるんだ。その方がお姫様のためだぞ。君は一体何を企んでいるんだ。企む？俺は真実を言っているだけさ。北天騎士団を敵に回したお前たちがお姫様を連れて一体どこへ逃げるつもりなんだ。それはよく考えてみろ。ラグコの計画ということは王妃も知っているってことだ。つまり王妃は味方じゃない。ならゴルターナ公か。それも無理だ。自分の疑いを晴らすためにお前たちを処刑するぜ。お前ならどうするというんだ。お前たちにはできないことをするだけさ。どういう意味なんだ。サーナ、まあいい、お姫様はもう少し預けておくことにしよう。ディリータ、また会うことができて嬉しいよ。ティータが助けてくれた。あの時ティータが俺を守ってくれたんだ。感謝いたします、ディリータさん。また会おう、ラムザ。加勢してくれたことに感謝する。だが良いのか、北天騎士団を敵に回したんだぞ。自ら選んだ道です。それよりこれからどうします。ディリータの言った通り僕らを助けてくれる人はいない。ドラクロワ枢機卿に助けを求めてみようと思う。ライオネルはグレバダオス教会の諸葛亮だ。教会なら何とかしてくれるのではないだろうか。確かにライオネルなら北天騎士団も迂闊に手は出せない。行きましょう、僕らはそこへ行くしかない。え、結局ベスラ要塞にはもう行かないの。お、行き先が変わった。下になった。しかも結構また開いてんね。ここは城塞都市ザランダ。ちょっとセーブしますね。じゃあそのままでいいでしょう。城塞都市ザランダ行きます。今度は完全二人旅と思ったら王女がいるか。3人、え、王女参加すんの。むしろ邪魔なんだけど。城塞都市ザランダ、あ、ムスタディオだ。こいつは覚えてる。なんで襲われてんのかは忘れた。どこへも逃げられんぞ。命が惜しければおとなしく渡すんだ。何を渡せって言うんだ。俺には何のことだかさっぱり。しらばっくれるんじゃない、ムスタディオ。
自分の親父がどうなってもいいのか。素直に成績を渡すんだ。渡せば親父を解放してやろう。よし、捕らえるんだ。ルードヴィッヒの野郎に言っておけ。親父に指一本でも触れてみろ。成績は二度と手に入らないことになるってな。揉め事か。あの若者が誰かに追われているようだが、一応助けておくか。このまま彼はやられてしまう。このままでは彼はやられてしまう。放っておけない。彼を助けよう。ムスタディオは銃が使えるはずなんで、機甲士、まあ、逃げながら攻撃してくれるでしょう。こっち向いてる。いきなりはいけないか。さすがにちょっと上を取っておこう。手裏剣で、あ、待って、励ましとこう。84、もうほぼほぼオートポーション発動するね。あ、そっか、これ選択肢で多分ブレイブちょっと上がってんね。貴公子、おー、いいね。ま、俺が使うことはないけど、最近なんか風水師の技を覚えているナイトが多いね。流行りかな、遠距離用に。みんなムスタディを狙ってんだけど。げっ、45とかすっげえ変だけど、ひどくね。一気に瀕死になる。弓使いまでいるのかよ。こいつら弓使いか。アグリアスがな、もう一歩移動力欲しいよね。ファイラー、ちえ。ただ瀕死になると一気に逃げ回るからね。ブリザラ、やはり遠距離攻撃を持ってるやつはかなりの脅威だな。クロマ同士のとこまで行ける。あ、行けるはいけるか。こいつの横を取ろう。2発、 90% か。なんかクロマ同士ってさ、意外になんか回避してくるよね。まだこう、あ、そっか、攻撃して逃げるパターン。攻撃はしてこない。うわ、弓使い、俺を狙ってこい。よし、アグリアスは後方支援だな。あれ、なんかやってる。あれ、こいつなんか覚えてんだっけ。無駄よ、無駄無駄。オートポーションこれなかったら絶対クリア不可能だったな。攻撃力もだいぶ高くなってんね。いや、あっち狙ってくるか。80% くらいオートポーション。これ1回でもオートポーション発動しないときつくなってきたな。で、先にケアルラが発動。いいね、アグリアス、君がいなければここクリアできなかったかもしんない。よし、ラムザの方が早い。これはもう横から一気にこいつを叩く。多分一発でも当たれば倒せると思う。 100% じゃん。なんだ、120とか。あんまり前に出んなよ。うお、切ったよ。すげえ前に出てる。上には、よし、これない。弓使いの攻撃2回食らったら死ぬんじゃない、ムスタディオ。28、おお、ミスった。
でも瀕死にならないとちょっとケアルラあートナーエーって、え、どっち、不動明拳か。弓使い、あ、ストップした。やっぱり遠距離から狙ってくるやつを先に始末しとくべきだな。お、どうしようかな。ちょっとチャージしてるやつを先に始末しよう。224何なんだこれ。ちょっともうラムザの攻撃が異常なんだけど。よし、こっち104、2回やれば。お、当たった、危ねえ。これはもうこのまま不動明拳。あのストップしてるやつはちょっともうアグリアスとムスタジオに任せるか。ヘッドブレイク、ひでー、ヘッドギアが破壊された。これほんとひどいよ、もうすげえショックなんだけど。装備破壊されるってめちゃくちゃ射程長えな。装備破壊マジ悲しいんだけど。こっちのヒットポイントいくつ、35。どうしようかな、一応クリスタルかちょっと狙いたいからな。こっちを先に倒そう、レベルアップ。ラムザ狙い56、強え、マジで強え。まあ全開できるけどね。よし、クリスタル、あれパクリて。いや、銃の射程半端ないなこれ。まあ、めちゃくちゃ便利ではあるけどね。やっぱりクリスタル継承アビリティ、ブリザラ、よし、ブリザラを覚えた。どうしようかな、ちょっともう一回励ましとこう。とにかくオートポーションさえね安定すればなんとかなるからね。今のところハイポーションを超える攻撃をしてくるやつはいないんで。あれ、なんだ、あ、え、どこにやった。ムスタディオも完全に安全なところから狙撃してるからね。35、いてえ。だから70以上のダメージを食らい始めた時にあれがあるかだよね。こいつ宝箱取りながらエクスポーションが、ゲー、ヘッドギア手に入れた、やったー、回収した、ヘッドギアを。ガード、ゲー、2回ガードか、頼む、不動明拳。大丈夫かい。ああ、なんとかな、ありがとう、助かったよ。7000円、お、ミスリルソード、ハイポーション。これどこ、なんか地下みたいなところにいるな。やつらはバート商会に雇われたゴロツキども。バート商会、貿易商として有名なあのバート商会、知っているのか。だがただの貿易商じゃないぜ、裏ではアヘンの密輸から奴隷の売買まで悪どいことを手広くやっている犯罪組織なのさ。そんなやつらになぜ追われていたんだい。俺たちがなんで貴公子って呼ばれてるか知ってるかい。
知らん。気候都市ゴーグの地下には失われた文明が、え、ね、これ申されているそうだな。聖アジュラがまだこの世にいた時代、空には無数の飛空艇が浮かび、町には機械仕掛けの人間がいたという。しかし時代の流れとともにそうした技術は失われ、今では本当にそんな技術があったのかすらどうか不明だ。でもそうした文明があったのは確かなんだよ。ゴーグの地下には飛空艇の残骸や得体の知れない機械の破片がたくさん埋まっているんだ。俺たち機構士はそうした過去の遺産を復元しようとしている技術者なのさ。さっきの戦いで君が使ったその変なものが機械なのか。ああこれかい。これは銃と呼ばれているもので、火薬を使って金属の弾を飛ばし相手をやっつける武器なんだ。こんなのは一番シンプルなもので、昔は魔法を詰めて打ち出すこともできたらしい。ふーん。お前がバート商会に狙われている理由は何だ。あんたたちはドラクロワ枢機卿に会いに行くと言っていたな。枢機卿は50年戦争で戦った英雄だ。ライオネルの人間は今でも枢機卿を英雄として尊敬している。俺の親父も同じだ。この混乱したイバリースをまとめられるのは枢機卿だけだって話している。枢機卿だったらあんたらの頼みを聞き届けてくださることだろう。お姫様はもう安心さ。何が言いたい。一緒に連れて行ってくれないか。俺も枢機卿に会いたいんだ。なぜだ。親父を助けるためだ。バート商会に囚われた親父を助けるには枢機卿のお力を借りるしかないんだ。でもただの貴公子の俺なんかに枢機卿は会ってくれないだろ。お願いだ、連れて行ってくれ。だからお前が追われている理由は何だと聞いている。今は話すことができない。ではダメだ、お前を連れていくことはできない。お願いだ、俺を信用してくれ。枢機卿に会わなきゃいけないんだ。わかりました、一緒に参りましょう。本当かい。ありがとうお姫様。王女のご先祖。良いのです。さあ表を開けてください。わかった、お前を信用しよう。単純だな。さてじゃあちょっとザランだ。一応酒場を覗いてからショップを覗きますか。噂話、どれだ。王女誘拐、オベリアが何者かに誘拐される事件が起きた。連れ去った騎士団の一団は黒獅子の紋章をつけていたから、ゴルターナ公配下の南天騎士団と思われる。ゴルターナ公は否定していると。捜索隊を出したけれども、ゼルテニア領での反乱鎮圧のために戦力を割くことが難しいようだ。ほうほうほう。ここら辺は多分変わんないよね。じゃあショップ、まずは試着室で、とりあえず最強試着。三角帽子になってんな、ヘッドギアから。アタマンベスト。武器とかちょっと買っといた方がいいかな。で、あと一応見とこう。じゃあロッド系、あー、ここはあれだね、魔術師系の武器が揃ってるんだね。予備を持っとくべきかどうかがよくわからない。スパイクシューズ、パワーリストが売ってるな。1個持ってんね。まあ1個ずつ持ってればとりあえずいいでしょう。でハイポーションもまあ57あればとりあえず十分。いつエクスポーションが出てくるかわかんないからね。オベリア一応最強にしとくか。あれ、ちなみにこいつってさ、除名できんの。いや、物語が終わるまで除名できなそうだな。枢機卿に会いたいって言ってたからね。一応除名。待ってくれよ、そりゃダメだ。俺の親父助けてくれんだろ。いきなり除名を言い渡される。プリンセスも除名したい。私もアトカーシャ家の血を引く者、自らの身体は自分の意思で決めます。一応見てみる。プリンセス1346、すげえアビリティポイント持ってんな。マバリア、あらゆる防護効果を手に入れる魔法、
リレイズ、リジネ、プロテッシェル、ヘイスト、デスペナ。これは全部、あ、回復か。で、あとは基本また、例によって。ムーブプラス1持ってんじゃん。セットしよう。魔獣使い、セットしよう。なんでこんなの覚えてんの、こいつ。反撃タックルはなしか。オベリアって全然戦わなかった気がする。まあいいや。アグリエス。343。ちょっと溜まってきたね。取得 JP アップよりは、ムーブプラス1を先に覚えさせよう。で、なんか知んないけど、白魔法覚えてたよね。ケアル、ケアルラ。112。プロテスも覚えてる。レイズってどれくらい ?200 か。ま、とりあえずは、アイテム発見移動とか、なんでこんなの覚えてんの?ムーブプラス1。ムスタディオもまあいるときだけはちょっとやっておきますか。足を狙う、腕を狙う、これはドンムーブだね。移動できないようにする。腕を狙う、こっち。まあ、本当は弓使いになってね、精神統一も覚えさせておきたいんだけど、あれ、あ、そうかそうかそうか、そもそもあれか、こっち防御でいいや。ここは何にもない。チャージなんて覚えてんだね。ま、とりあえずこんなものですかね。じゃあ今回はこれで終了して、次はバリアスの丘、そしてライオネル城ですね、進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。